20磁気回路の10ミリダイナミックドライバー。一昔前は、乱暴な1ダイナミックドライバーの象徴のような構成だったんだけど、現在では、中華低価格イヤホンの象徴的な組み合わせになったな。というわけで。やっほやっほ、イヤホン買ってるかい？ふぐみかんのイヤホンレビューの時間だよ。今回紹介するのは、ND の、ND ベナス。ND というブランドは、中華低価格ハイブリッドにアンテナを立てている人なら、ND ナイスや NDX12 などで知られているブランドだと思う。このメーカーの代表作は、過剰なくらいパワフルなチューニングに、さらに味を足すことのできる、スイッチ付きモデルとして投入された、ND ダイナミックドライバーさんや、そのハイブリッド版といえる、ND ナイス、そして、同じくパワフルなサウンドと、ロクドライバー、そして、最近は非常に購入しやすい価格に落ち着いている、NDX12 などが挙げられる。特に、X12 は全金属製かつ、お手頃な値段なので、隠れた、現在の感触系ハイブリッドイヤホンの中でも、特におすすめできる1台でもあったりするぞ。そんな ND が今回投入したのが、ND ベナスだ。ベナスは、典型的な20磁気10ミリダイナミックドライバーのイヤホン。中国系の市場において、特に、マニア向けとしては、非常に多く作られるフォーマットのイヤホンとなっている、大体の低価格イヤホンブランド、それから、最近だと、1万円クラスの名作なんかも、大体このフォーマットで発売されていることが多い。今回紹介するベナスの場合、かつて、天才的アホの子として、アホな音大好きクラブに大絶賛された、パワー系1ダイナミックドライバーモデル、ND ダイナミックドライバーさん、そのエッセンスを継承しつつ、スイッチがなくなって、扱いやすくなった上、USB Type-C で繋げられるケーブルが選択できるようにしたよ、という仕様のイヤホンだ。このイヤホン、低出力環境下でも問題なく動作できるので、USB-C ケーブルとの相性は悪くない。また、もし USB-C ケーブルではなく、スマートフォンと直接組み合わせた場合も、スマートフォン由来のノイズを拾いにくく、入力の要求も高くないので、安心して使用できる1台となっている。装着感などは、ND ダイナミックドライバーさんなどの過去モデルや、KZ などの定番機種にかなり近く、というか、中華系の低価格モデルは、このフォーマットを基準に作られていることが多くて、この形をしていると、安心して購入できるよな。ケーブルの装着方法は、QDC、もしくは KZ キペックと呼ばれるタイプ、標準的な低価格イヤホン用のコネクタだ。はてさて、そんなわけで、外観的にはベナスは他のライバルにすごく近いんだけど、音質的なキャラクターとして見たときには、おやおや、なんか想像以上に力強いチューニングだ。ND ダイナミックドライバーさんを回避した人にも、ベナスは、スイッチで極端にパワフルにしなくても良いと判断した人向けの、ND ダイナミックドライバーさんというべきか、あるいは、KZ などよりもちょっとパワフル感をさらに盛り付けたようなバランス、ということもできる。高音域から低音域まで、パワフルに音が出るが、サブベースが出ていないソースなら、普通のアナウンスなんかも問題なく聞くことができるぞ。音色を分解してみよう。すでに大量にこのタイプのイヤホンが発売されているので、目新しさこそないものの、ヨングズベナスは非常に完成度が高く、お上品にまとめることもできるのに、あえてそこをパワー系に押し切ったイヤホンになる、シンプルに中華イヤホンの、特にパワフル系に望まれる要素を備えるな。高音域はシャープだが、不快なほど鋭利ではなく、ドンシャリ系の中で、格段に高められたものにありがちな、ほとんどの表現が金属質に感じられるほどでもない。ほとんどの高音域に聞き応えのある曲に対応できる。中音域、ここも特に問題なく、ボーカルの厚み、あるいはキレの両方に対応できるぞ、対応できるんだけど、なんせほら、高音域と低音域がでかいから。単品でお出しされると、確かにしっかり完成しているのが感じられるタイプの調整なんだけど、何分他のコンテンツがでかすぎるので、低音域と高音域の影響下では借りてきた猫のようになってしまう。そこら辺は好みだけど、典型的な極端なドンシャリバランスと受け取れるな。また、今回は ND ダイナミックドライバーさんのようにスイッチを備えないので、ここら辺の調整も苦手だ。そもそも ND ダイナミックドライバーさんでスイッチをどういじろうとこれくらいやかましかったけど。低音域は、KZ 系の20磁気ダイナミックドライバーが大好きな人なら、これでいいんだよこれで、と言いそうなくらい、密閉度とパワフルさがそのまま伝達されるサウンド。これで満足できないなら、ヘッドホンにイヤーピースつけて装着した方が早そうだ。そんなレベルだ。ベースからサブベースまで全体的に強く、また、引き締まった音を阻害しない程度に分離感もあるので、全体にしっかり楽しめるサウンドになっているぞ。というわけで、このイヤホン、おすすめ？おすすめ。このタイプの1ダイナミックドライバーイヤホンは、すでに多く発売されているとはいえ、スイッチが類似機と異なり、存在しなかったり、それらと同じ技術水準で作られつつ、それらより、過去の割り切った中華イヤホンみたいなバランスにされていたり、あと、USB-C ケーブルが最初からついてきたり、そういった、使い勝手の部分で、しっかりと違いも用意されている。ND ダイナミックドライバーさんよりもフェイスプレートも大きく変化したので、この点で、購入するか否かを決めてもいいだろうな。と
いうわけで、このイヤホンはおすすめかどうか、おすすめできる、ライバルも多いけどな。といったところで今回はここまで。